左が処理をしていないウナギのか焼きで右が処理をしたウナギのか焼きになります仕上げにタレを塗ったらうな丼完成でございますおはようございます幸せに行くと書いて完成です はい、今日はですね、スーパーの安いうなぎを高級店の高いうなぎのかば焼きに変身させていきたいと思います。とてつもなくふわっふわパリパリジューシーに仕上がります。はい、それでは早速作っていきましょう。まずは処理していないうなぎのかば焼きから作っていきたいと思います。スーパーで中国産の比較的安いうなぎを購入しました。袋から出して半分に切ったらそのままレンジで温めていきます。 お皿も不安定なところに置いてしまうと、こぼしてしまう可能性がありますので、お気をつけください。ラップを切るときは、全体に力を入れると、切れにくくなるので、上の方だけ一点に力を入れて切るようにしていきます。ラップをするときは、こんな感じで、シワがないように、ピチッとラップをしてあげることによって、水分が逃げずに乾燥しにくくなったり、保存の時に酸化しにくくなったりします。蒸気を逃がす穴を、あえて作らずに、レンジで火を通していきたいと思います。 穴を作っておかないと冷めた瞬間にラップがへこんで押しつぶされて食材から旨味や水分油が抜け出したり形が変わったりしますちなみにレンジを開けた瞬間にラップがへこむ理由はレンジで加熱した時に食材に含まれている水分が蒸発しようとして気体の水蒸気に変わります水が水蒸気に変わる時なんと体積は約1700倍に膨らみますこの水蒸気が空気とともに外に出ようとする時にラップが膨 一見、ラップがピチッとしているので、完璧に密閉しているように見えるんですけど、実は隙間から水蒸気と空気が少しずつ抜けています。容器の中の空気がある程度抜けた状態で、温めが終わって、レンジを開けると、外気で冷やされた水蒸気が水に変わって、体積が約 1, 1700分の1に縮むので、このラップが凹むという理論になります。グラム通りにうなぎを温めましたが、こんな感じでうなぎが粉々になって、うなぎ なり抜け出していますなんで温める時にうなぎが粉々になったかと言いますと、うなぎの中に含まれている水分の体積がレンジの加熱によって1700倍になって瞬間的な蒸発による体積の増大が起こって爆発を起こします。これを水蒸気爆発と言います。ちなみに油の中に水を入れたらパチパチ跳ねるのも水蒸気爆発によるものです。温温めめる前と温めた後のグラムを測って てみるるとと約18の水分やがが抜けていることがわかります最後にご飯の上にうなぎを乗せたら上から市販のタレをかけて完成になります次に処理をしたうなぎのかば焼きを作っていきたいと思いますうなぎは焼かれた状態で真空パックされているので身がもろくなっていますですので袋を片方だけ切って 無理にうなぎををを出出そううととすすすると身がが割れれてててししままま可能性がありりので4方向からハサミ入取いきますパックが汚れている可能性がありますので、下のパックだけ剥がしていません。まな板にキッチンペーパーを用意しておきます。バットに50度のお湯を注いでいきます。50度で野菜や肉、魚などの食材を洗うことを50度洗いと言ったりするのですが、例えば50度のお湯で野菜を洗うことによって、食材の細胞が熱などのストレスにさらされる。 と細胞を守ろうとヒートショックプロテインと呼ばれるストレスタンパク質を作り出して細胞が強化されて野菜がシャキッとしたりしますそれと水分の蒸発を防ぐために閉じていた野菜の気候が熱によって開いて水分を吸収しやすくなってシャキッとしてみずみずしくなったり殺菌効果があったりアクを抜いたり臭みを取ったり表面の余分な油や汚れなどを落とす効果があったりします50度のお湯に数秒から数分間しか浸さないので が入ることはありません今回は、うなぎの表面の臭みや余分な油、タレなどを溶かして洗い流すために50度洗いしていきます。1分間ぐらいお湯につけて表面の油やタレを溶かしたらできれば身に負担をかけないようにハケなどを使って優しく表面のタレや油を落としていきます。身の部分が終わったら両手で持って優しく裏返して皮目も同じように落としていきます。最後に流水で表面を軽く洗い流したらキッチンペーパーで水 水分を拭き取っるときは本当に優しく水分を吸い取るイメージで軽くキッチンペーパーをうなぎに押し付けていきます。 一回一回うなぎを持つときは身割れしやすくなっているので慎重に両手を使って持ち上げるようにしていきます。尻尾の部分と頭の部分は調理されてから時間が経っていて水分が蒸発して油が抜けたりして食感が悪かったりするので切り離していきます。火が入ったうなぎに包丁を入れるときは包丁を上下に動かしすぎると身割れしたりするので身の部分に軽く切り込みを入れたら包丁の切っ先を押さえて一気に真下に落として切っていきます。食材の断面を きれいに見せたいときは人たち包丁を入れるたびに包丁をきれいに拭き取ってあげることによって断面をきれいに見せることができますあとはきれいに半分に切っていきます。 皮がふにゃふにゃになった状態でフライ返しを使ってしまうと摩擦が多くなって皮が剥がれたりする可能性がありますので菜箸など摩擦が少ないものを使ってうなぎを移動してあげるとスムーズかと思いますどうしてもフライ返ししかない場合はフライ返しに軽く油を塗ってあげると摩擦が少なくなってきれいに移すことができます次にかば焼きのタレを作っていきます まずはアルコールを飛ばしていきます。 醤油を入れれたらうなぎの切れ端とタレを一緒に煮込んでうなぎの旨味と風ををタタレレに移していきますタレを煮詰めて、とろみをつけていきます。タレにとろみをつけることによって、うなぎにタレが絡みやすくなります。ただ、煮詰めすぎると、塩辛くなってしまうので、お気をつけください。タレを煮詰めるときは、外火が強すぎると、鍋の側面にタレがついて、焦げやすくなったりするので、お気をつけください。市販のタレも一緒に入れて、味を調整したりしても大丈夫です。自分で味付けした方が、お好みな なりますからね、次に処理をしたうなぎを酒蒸しにして皮や身のコラーゲンを溶かしてとろっとろふっくらにさせつつ臭みを抜いていきます。 蓋をして蒸していきますが蒸気が出る穴を手前に向けておくと蒸気が自分にかかってやけどしたりするので蒸気が出る穴は必ず奥側にして蓋をして蒸していくようにしていきます水分がこれぐらい蒸発してきたらキッチンペーパーの上にうなぎを移して皮についた水分を吸い取っていきますコラーゲンがとろけて皮が破れやすくなっているのでフライ返しに皮がくっつかないようにサラダ油を塗っておきます うなぎを蒸したフライパンの中に先ほど作った蒲焼きのタレを入れて旨味をこそげ落としながら旨味と風味をずしていきますこれをフレンチの技法でデグラッセと言いますタレの完成になりますフライパンに油を敷いたらフライパンを軽く温めている間にバットと網を用意しておきます後でうなぎを乗せるんですけど皮がくっつかないように網に油を塗っておきます 皮目だけをフライパンで焼いておくことによって表面パリッと中身はコラーゲンでとろっとろジューシーに仕上げることができます皮目を焼くときは長時間焼いてしまうと水分や油が抜けすぎてしまうので30秒から1分ぐらいにとどめておきます網の上にうなぎをのせたらうなぎのタレを表面に塗っていきます こうやって網の上で乗せて焼くことによって焼いている時に余分な油が下に落ちてうなぎの皮の接着面が少なくなるのでオーブンで焼いている時にタレが焦げて身に移ることがほとんどありません丼にご飯を盛ってタレをお好みでかけておきます 家庭用の魚焼き器を使うと大体いい魚焼き器の中が300度から400度ぐらいになると思うのでご家庭で作る場合は魚焼き器かオーブンを使うといいと思いますちなみにこのオーブンの温度は300度に設定していますオーブンの中に1分から1分半入れて程よく焼き目をつけたら完成になります最後に盛り付けていきます皮をこんがり焼いて網に油を塗っているのでこんな感じでうなぎの皮が網にくっつくことはありませんちなみにこの網 網とバットは100均などに売っていたりします。 仕上げにタレを塗ったらうな丼完成でございますこんがりツヤツヤふっくらジューシーで美味しそうですね左が処理をしていないうなぎのかば焼きで右が処理をしたうなぎのかば焼きになります同じうなぎを使っているのに一工夫するだけで色や見た目形全てが違ってきますね <laughs> めちゃくちゃ美味しそうですね いただきますまずは処理していないうな丼からいただきます。こちら処理をしていないので、レンジで急激に熱を入れたら、水蒸気爆発を起こして、尻尾の方の身が粉々になっていますね。そして温めるときに何も処理をしていないので、水分と油が抜けて身が薄っぺらくなっていますね。 こちらの処理をしていないうな丼は、温めるときに水分と油がかなり抜けているので、若干身がパサついていて、ジューシーさに欠けますね。そして皮の方も処理をしていないので、皮の食感がブリブリしていて、口の中に残って、全体的に少し磯臭くなっていますね。続きまして、処理をしたうな丼をいただきます。処理をしているので、表面がツヤツヤこんがりしていて、めちゃくちゃ美味しそうですね。断面を見ていただけるとわかりますが、水分と油がたくさん残っていて、ふっくらジューシーで、 ものすごく美味しそうですね。この弾力分かりますかねもうふわふわしてるんですよね。いや、うまなにこれもうめっちゃ肉ンクうまいやないかいいやいやいや。 もう段違いですね。もう病みつきジューシー、ふわふわとろとろそれでいて旨味がすごいですね。こちら処理をしているので、噛んだ瞬間に香ばしさが鼻から抜けて、口の中いっぱいにうなぎの水分と油と旨味のもう濁流が押し寄せて、 皮の方も表面はパリッとしていて、奥の方はコラーゲンを溶かしているので、パリッとした瞬間に口の中でコラーゲンがとろけて、もう最高に美味しいうなぎの皮焼きができていますね。もちろん処理をしっかりしているので、臭みは全然ありません。せっかくなんで、山椒をかけていただきます。めちゃくちゃ香りがいいですね。 いや、うまっ山椒の香りがふわっと鼻から抜けて、それでいて、タレにものすごくコクがあるので、もう、うまみとコクの化け物ですね。こちらのうな丼は、後でゆっくりいただきます。いやー、今日もめちゃくちゃ美味しかったですね。食材に感謝。ごちそうさまでした。はい、それでは、板前のうなぎの温め方。 いかがだったでしょうか食材は生産量によって値段がついたりするので、値段が安いものもあれば高いものもありますが、それはその食材がいっぱい取れるか少ししか取れないかの違いだけであって、食材そのものに優劣はありませんし、同じ大切な命になります。食材に感謝して、どんな食材でも最高の状態で食べれるようにしていきたいものですね。この動画が良かったら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました